ギリシャ国ラムダラムダイイタニューヨタカッパパイラムダをオタタウイプシロンアルファ国の標語ラムダイプシロンプシロンシータイプシロンローアルファシー,ータニューアルファータウ自由または四国家自由への参加1942年のギリシャ国この項目では第二次世界大戦時数軸国によって分割占領され傀儡政権が立てられたギリシャについて述べるギリシャ王国は 第二次世界大戦中、イタリアの侵攻を受け、続いて始まったドイツ軍の侵攻により、ドイツ、イタリア、ブルガリアによって占領された。占領は1944年10月、ドイツ軍の撤退まで続いたが、クレタ島をはじめ、当初地域は1945年5月、もしくは6月まで、ドイツ軍の占領下にあった。1940年10月、 イタリアはギリシャに侵攻したが撃破され、反対にギリシャ軍のアルバニア侵攻を許していた。このため、ドイツ軍はバルカン半島への連合軍の上陸を懸念せざるを得なくなり、ソ連侵攻作戦であるバルバロッサ作戦の延期を余儀なくされた。1941年4月、ドイツ軍はギリシャ侵攻を開始、迅速な電撃作戦の前に5月半ばにはギリシャは、 数軸国ドイツ、イタリア、ブルガリアの占領下となった。この占領はギリシャ人に恐ろしい負担をもたらし、30万人以上が飢え死にし、数千人が報復で殺され、ギリシャ経済は破綻した。そのため、ギリシャではパルチザン活動が発生した。これらのパルチザンはゲリラ活動を開始、各地のパルチザンはネットワークを形成してスパイ活動を行ったが、 1943年後半からは、お互いの主義主張の違いから内戦を始めていた。1944年10月、ギリシャが解放された時、ギリシャは危機的状況であり、それは内戦の勃発を招くこととなった。1940年10月28日の早朝、ギリシャ駐在イタリア大使、エマヌエーレ・グラッツィは、就寝中だったギリシャ首相イワニス・メタクサスに、 最終通告を通達した。メタクサスは最終通告を拒絶したが、その3時間後にはイタリア軍がアルバニアからギリシャへ進攻を開始、ここにギリシャイタリア戦争が開始された。イタリア統領ベニート・ムッソリーニの同期は、イタリア軍がドイツ軍と同等の軍事的成功を収められることを証明したいということと、ヨーロッパ南東部はイタリアの勢力圏であるという考えであった。 ドイツ軍将兵によってアクロポリスに掲げられるドイツ軍機、後にこれは引きずり下ろされ、初の抵抗運動となる。ギリシャ軍はイタリアが考えていたよりも優秀であり、エピルスの山がちな地形を利用して有効な戦闘を行った。イタリア軍は当初は内陸部への進撃に成功したが、ギリシャ軍はこれに反撃、西マケドニアではコリツを占領するなど、イタリア軍を押し戻した。 12月中旬、イタリア軍の増援と厳しい冬により、ギリシャ軍の攻勢が止まるまでに、ギリシャはアルバニアの4分の1を占領していた。1941年3月、イタリア軍による大規模反撃は失敗に終わり、結局小規模な地域を保持する事態となった。その後ドイツの介入で、ギリシャ軍が敗北、数軸国の勝利に終わったとはいえ、 イタリアに対するギリシャ軍のこの初期の勝利は、第二次世界大戦中の連合国にとって、陸上における初めての勝利と言える。ギリシャ軍の全21個師団のうち、15個師団が、イタリアとの戦いに駆り出されたため、メタクサスラインで4月諸島のドイツ軍侵攻を、迎撃したのは6個師団だけだった。その頃、ギリシャ政府の要請により、イギリス首相、ウィンストン・チャーチルが、 リビア中流のイギリス連邦軍を送ることを決定、ギリシャは支援を受けることとなった。しかし、ギリシャ軍はバロナの占領に失敗、イタリア軍もなんとかアルバニアでの戦線再編に成功したために膠着状態に陥った。1941年4月5日、膠着状態の打破を図ったドイツ軍が、イタリア支援のためにバルカン半島への介入を開始、ユーゴスラビアへの侵攻と同時に、 ブルガリア経由でギリシャへの侵攻を開始した。ギリシャ軍とイギリス連邦軍は反撃したがドイツ軍に圧倒された。4月20日、北部でのギリシャ軍の抵抗が終わった後、トラキア西部とマケドニア東部の英華海への出口を求めていたブルガリアがトラキア地方に侵攻した。ブルガリア軍はストルマカワイ島からエブロス川西側の アレクサンドルーポリスビレングラード戦までの地域を占領し、ギリシャ軍司令部は4月24日に降伏した。さらに、ギリシャの首都アテネは4月27日に占領され、6月1日までには、クレタ島も制圧され、ギリシャ全土が数軸国に占領された。侵攻後、ギリシャ国王ゲオルギオス2世は、クレタ島からカイロに亡命した。 ギリシャ人右派による名目的な政府がアテネに成立したが、これは傀儡政権であった。ギリシャを訪れたヒムラー1941年ギリシャはドイツ、イタリア、ブルガリアの三国で分割占領されることになった。ドイツ軍は戦略的に重要な地点、すなわちアテネ、マケドニア中部のテッサロニキ、クレタ島を含むエウゲ海の島々を占領した。また、 ブルガリアは以前よりその領有を主張していたギリシャ北東部を占領、併合した。そして、ヨニア島及びギリシャの3分の2はイタリア軍が占領することとなった。1943年9月、連合国のイタリア侵攻により、イタリアが連合国に降伏、イタリア方面からの連合軍の侵攻を恐れたヒトラーは素早く、イタリア本土を占領。 さらに、イタリアが占領していた地域もドイツ軍が占領したが、その際に、イタリア軍との間で戦闘が発生することもあった。イタリアの降伏に伴って、英ゲ海へ侵攻しようとするイギリス軍の目論みは、レロス島の戦いにより失敗に終わった。ナチスドイツのギリシャ館、編集ナチスドイツにおいて古代ギリシャは、憧れの的であった。そのため、ギリシャを占領していた時期、 ドイツの政府要員、将兵たちがギリシャへ戦争観光に訪れていた。その中には、新英隊全国指導者であるハインリヒヒムラーも含まれていた。しかし、古代ギリシャへの憧れは存在していたものの、近代ギリシャ人が古代ギリシャ人の後継者であるという点には疑問を抱いており、さらに19世紀ドイツの中世主化ファルメライアーの 古代ギリシャ人の血統は7世紀のスラブ人の侵入により断絶したという説も支持されていた。そのため、ナチスは、近代ギリシャ人は、スラブ人より上位であったが、バルカンの野蛮人であり、古代ギリシャの高尚なヘレニスとは別であるとされた。経済搾取と大基金、編集ギリシャは占領のために、大規模な損害を受けた。ただでさえ経済基盤の弱いギリシャは6ヶ月の、 戦いで、すでに経済危機に陥っており、さらに、ドイツの占領のため、厳しい経済的搾取が行われた。原材料と食料の厳しい要求が行われ、新独政府は、多額の占領費用を負担することを強いられ、1942年には、国家収入の90%がその費用とされた。そのために、インフレーションが発生、さらにドイツの戦時交際の負担を強いられ、 さらなる経済の悪化を引き起こした。しかし、その要求も、連合軍による経済封鎖、破壊された国の基盤、強力なコネで形成された闇市場の出現により、1941年から1942年にかけての極めて厳しい寒さとなった冬に大基金が発生する元となり、約30万人が合死することとなり、この基金は、 ギリシャ人を全滅させるために仕組まれたものと噂されるほどであった。スウェーデン、トルコなどの中立国からの援助にもかかわらず、援助物資のほとんどが新独政府の官僚の手に渡り、彼らから援助を買うためにドイツ占領当局とのコネを持っている売人がそれを入手して闇市で売買、その値段を釣り上げてリザヤを稼いでいた。このためにギリシャ亡命政府がこの多大な ギリシャ人たちの苦痛を訴えを行い、結局、イギリス政府は部分的ながら封鎖を解くことを強いられた。そして1942年夏より、国際赤十字委員会により民主品配布が十分にできる体制が整った。ナチスの蛮行、編集パルチザン活動が激しかったため、ドイツ軍によって破壊されたクレダ島、カンダノスの村に掲げられた看板。占領以降、 ドイツ軍に対するギリシャパルチザンの攻撃が増加したが、これに対してドイツ軍は報復として一般市民の大量処刑で応じ、ドイツ兵一人が殺害されたならば、50人のギリシャ人を殺害するよう命じていた。それらの中で有名なものを列挙する。1943年8月3日、EN、シュチュアラウィマサカー。1943年8月16日、 アルタ県のコンメノで、ドイツ第一山岳師団に行われたもので317人の村人が殺害され、村が焼かれた事件。1943年9月21日、EN ・マサカオブ・ブザーキ・ディビジョン。1943年9月、連合軍のイタリア上陸により、イタリアが降伏。 さらに国王ビットオリオエマヌエーレ3世がイタリア南部で連合国側の政府を形成したことによりドイツ軍がイタリア占領区域を制圧したがその際ケファロニア島とコス島においてイタリア軍将兵がドイツ軍に大量虐殺されていたケファロニア島では降伏を拒否したイタリア軍悪意師団の将兵約一万二千名が中東していたが9月13日 ドイツ軍のス通貨の支援を受けた第一山岳師団の攻撃により約1300名の死傷者を出した後の9月21日降伏を余儀なくされた。その翌日4500名以上の捕虜となったイタリア将兵がドイツ軍によって殺害された。その後約4000名の生存者がギリシャ本土へ輸送されることとなったがイオニア海で輸送船が嫌いに接触して 沈没、約3000名が犠牲となった。このケファロニア島での事件は、小説、コレリ大尉のマンドリンの元になっている。イタリアでも2005年に、同事件を題材にした、テレビ映画、タイドクパルチザン戦線1943、ナチス包囲の島が、制作、放映された。1943年12月13日、赤い屋のカラブリタで、 1944年6月10日にボイオティアのディストモで発生したディストモの大虐殺。これは SS 警察部隊が218人の市民を殺害し、村を略奪して燃やし尽くされた。これらと同時に行われたパルチザン制圧作戦のために何百もの村々が焼かれ、100万以上のギリシャ人が難民となった。1942年、地中海における イタリアの最大領域イタリアはギリシャ本土と英外海の大部分の島を占領した。ギリシャの領土を併合する提案がローマでなされたが結局実行されることはなかった。これはイタリア国王ビットーリオエマヌエーレ3世からの圧力によるものであり、またドイツがブルガリアによるギリシャ領土併合を強く否定していたことも関係している。 イタリアが長くその標的としてきたキクラデス諸島、イオニア諸島のギリシャ行政当局は、イタリアに併合されることを考え、行政権をイタリアへ譲渡した。アルバニア国境近くのエピルスには、アルバニアの少数民族、チャムアルバニア人が在住しており、その地域をチャメリアとして、アルバニア統一主義者が権利を主張していた。第二次世界大戦以前、イタリアは、 チャメリアとコソボの民族主義を煽ることにより、アルバニア人の支持を得ようとしており、ギリシャに対するイタリアの中傷は、チャメリア問題を大きく取り扱っていた。そのため、イタリアは、チャメリアをアルバニアに併合したいと考えていたが、ドイツはこれを拒否した。アルバニアの高等弁務官に、ジェミルディーノが任命されたが、その権限は制限されており、占領期間中、 アテネの軍政当局から直接支配された。ギリシャ内でイタリアが支援を行っていた少数民族のもう一つの例がアルーマニア人であり、マケドニア西部、テッサリア北部、エピルスを含んだピンドス公国がアルキビアド・ディアマンディ、ニコラー・マットーシ、チェスネキ・ジュララによって建国された。しかし、アルーマニア人の大部分が統一を拒否、また広告は ディアマンディの支持者である、いわゆるローマ帝国の再来を夢見るイタリアの続州以上になることはなかった。そして、1943年に入ると、ギリシャパルチザンの激しい抵抗が始まり、9月に、広告の後ろ盾であるイタリアの降伏を受けた、ドイツ軍の占領により、広告は事実上消滅した。しかし、イタリアの占領区域は、ドイツ、 ブルガリアの占領区域と比べて穏やかなものであった。ドイツ軍とは異なり、一部を除くイタリア軍は大規模報復を行わず、またユダヤ人保護も行った。しかし、イタリアがギリシャの大部分を占領していたため、イタリアは1942年 -1943 年から始まったギリシャパルチザンの活動に直面したが、それに対処することができなかった。 1943年中頃までには、パルチザンはイタリア軍が駐屯していた町を含む山岳地帯からイタリア軍を追い出すことに成功、そして自由な地区、自由なギリシャを作り上げた。1943年9月、イタリアが降伏すると、ドイツ軍が占領を開始した。その結果、ドイツ軍によるパルチザン総統作戦と反ユダや主義政策が行われた。 第二次世界大戦中のブルガリアの行政地図、ブルガリアは領土問題を解決するために第二次世界大戦に数軸国側で参加しており、第二次バルカン戦争で失ったマケドニア西部、ヌイー条約で失ったトラキア西部を取り戻し、大ブルガリアの回復を目指していた。1941年3月1日、ブルガリアは数軸同盟に参加、ギリシャにおける ブルガリアの領有権主張へのドイツの支持を要請した。1941年4月20日、ブルガリア軍はギリシャへの侵攻を開始、ドイツ軍の後衛として進撃し、ギリシャ北東部のストルマカワイ島のマケドニア東部、西トラキアを占領した。ドイツ、イタリアと異なり、ブルガリアは1941年5月14日、ブルガリアの民族主義者の悲願であった。 同占領区域を正式に併合したその後、大規模なブルガリア化が行われ、ギリシャ側の市長、教師、裁判官、弁護士、聖職者、憲兵らが追放され、ギリシャ語の使用は禁止、地名はブルガリア語に書き換えられた。さらに、ブルガリア政府は、ギリシャ人の強制労働、経済制裁を行って、ギリシャ人を追放して、土地家屋を奪い、 ブルガリア人の移民を奨励、同地域のブルガリア化を行い、民族の入れ替えを図った。1941年9月後半、ギリシャのドラマ周辺で発生したギリシャ人の抵抗運動は、ブルガリア軍によって徹底的に鎮圧された。そのため、1941年後半までに10万名以上のギリシャ人が、ブルガリア占領区域から追放された。 1943年5月、ブルガリア占領区域からのユダヤ人追放が始まった。1943年、ギリシャからイタリア軍が撤退した後、ドイツの管理の下、マケドニア中部にブルガリア軍が駐屯した。しかし、1944年10月、ソビエト赤軍がブルガリア方面へ進撃し、また、ドイツ軍がギリシャより撤退、イギリス首相。 ウィンストン・チャーチルとソビエト連邦書記長、ヨシフ・スターリンとの間で取り交わされたパーセンテージ協定により、ブルガリア軍はマケドニア、トラキアから撤退することを強制された。そして、戦後のブルガリア占領地区の回復の困難を残して、ギリシャは再出発することとなった。ドイツとの降伏交渉を行ったゲオルギオス・ソラコグル将軍はドイツ傀儡政権の首相に任命され、 アテネに滞在した。その後、首相の座はドイツに協力した著名なギリシャ人、コンスタンディノス・ロゴセトプロス、イオアニス・ラリスらに後を継がれることとなる。なお、イオアニス・ラリスはギリシャのドイツ協力部隊、防衛大隊の創設に責任を負っていた。抵抗運動の強かったギリシャではあったが、対独協力者は存在しており、国家社会主義、反共主義、そして、 ヒオリミ主義の発展のために、ドイツへの協力を行った者が存在した。さらにドイツは、協力者を求め、ギリシャのファシズム組織、a エ・ゲオルグエスメルクーリが、指導者を務めるエストニアクローンなどや、その他、ファシズムのエスポや反ユダヤ主義のシジラエイリニなどの、小派閥も利用した。ギリシャの少数民族の中では、チャムアルバニア人がエピルスにおいて、数ー国軍に協力した。 そのため、その後の1944年、ギリシャ解放後、民族共和ギリシャ連盟はこれを口実として、チャムアルバニア人をギリシャから追放した。マケドニアにおいては、スラブ系少数民族は、オーラナのような準軍事組織を創設して、ギリシャ人の追放を行い、ブルガリア軍に協力した。ほとんどのギリシャ人はドイツへ協力をせずに、それを仕方なく受け入れるか、抵抗を選んだ。 多くのギリシャ人が山岳地帯へ逃亡したため、抵抗活動は早期に開始され、そしてそれは組織化された。1941年4月27日に、ドイツ軍がアテナイのアクロポリスに侵攻した時、一つのエピソードが発生した。ドイツ軍はアクロポリスでギリシャの旗の護衛を行うエウゾネスのコンスタンチン、コーキーデスにギリシャの旗を下ろすよう命令した。 ギリシャ兵はそれに従いはしたが、旗を下ろした後に旗を胸に抱いて、アクロポリスから飛び降りた。数日後、ドイツ軍の軍旗が翻っていたが、それを愛国的な二人の若者を守りすぐレゾスと、アポストロスサンダスらは、夜間、アクロポリスに侵入し、旗を下ろし破棄した。これはギリシャにおける最初の抵抗活動の一つであり、それを知ったドイツ支配下の他の国々の人々を、 奮起させることとなった。さらに5月以降、共産党員は無党派層の人々が捕虜となっている、イギリス軍将兵の逃亡の手助けや、非合法文書の配布、サボタージュ活動などを通じて、抵抗運動を開始。8月には、レムノス、清ス島などで電話線の切断。9月には、テッサロニキでの電話線切断など、自発的な抵抗運動が開始されていた。 さらにブルガリア占領区では武装ゲリラも発生していたが、これらは組織だって行われたものではなく、やがて昇降状態に陥った。一方、カイロに亡命していたギリシャ亡命政府も共和派、反応党派などへの対処に暴殺されており、抵抗運動を組織化する余裕はなかった。これらの状況により、 メタクサス体制下で非合法化されていたギリシャ共産党はこれらの組織化を格策、1941年7月1日、第6回中央委員会において、ギリシャ全土の抵抗運動組織化を呼びかけることを決定。9月10日の第7回中央委員会ではその具体的行動や抵抗運動の戦術を決定。さらに党派を超えた呼びかけを行いその結果、9月27日。 民族解放戦線が結成された。ギリシャパルチザンの中で最も勢力が強かったのはギリシャ共産党の講演を受けた共産家ゲリラ民族解放戦線とその軍事、組織民族人民解放軍でドイツ軍に対してゲリラ戦術を用いて破壊活動を行い大きな成功を収めていた。また一方で反共主義者もパルチザンを組織しており、 共和主義者であったギリシャ軍の元大佐のナポレオン・ゼルバス率いる民族共和ギリシャ連盟や王党派のディミトリオス・プサロス大佐に率いられた国民社会解放運動が組織されていたが、これらの組織はギリシャ軍及びギリシャの保守主義者が中心となって組織化したものであった。1943年にはすでにいがみ合いが始まっていたが、1940、さらに 民族解放戦線は、民族共和ギリシャ連盟が、ドイツ軍の支援を受けたギリシャ海儡政権の援助を受けていると主張。このため、ギリシャでは、民族人民解放軍、民族共和ギリシャ連盟、ドイツ軍らによる密どもへの戦いと化した。同時に、民族人民解放軍は、国民社会解放運動のプサロス配下の、第5、42エウゾネス連隊を攻撃、撃破した。 さらにこれに拍車をかけたのがイギリスの存在であった。イギリスはギリシャの被護者を辞任しており、戦前よりイギリスの特殊作戦執行部がギリシャが数軸国に占領された後も活動が行えるよう組織づくりを進めていた。そしてその資金援助を行うために調査を行っていたが、その資金は対数軸国対策に使用するよう言明されてはいた。ものの、 結局共産系の民族解放戦線もその対象とされていた。さらに1942年9月以降、ドイツやビシーフランスによって占領されている北アフリカでイギリスアメリカ両軍が、そのためイギリス中東司令部とイギリス特殊作戦執行部はギリシャへ連絡将校を派遣、民族人民解放軍、民族共和ギリシャ連盟、 国民社会解放運動らと連絡を持ちテッサロニキ、アテネ間の鉄道路線破壊作戦への参加を取り付けた。民族共和ギリシャ連盟は初期においてゼルバスの怠慢であったため、連絡将校マイアースは最後通告を用いて活動を行わせたが、民族人民解放軍はその時点でギリシャ中部で500もの部隊を形成していた。しかし、民族人民解放軍は、 民族解放戦線によりその活動をサボタージュ活動に限定するよう命令を受けていたが、マイヤースはこれを無視する、容姿、ハーリング作戦に参加することとなった。結局、民族人民解放軍、民族共和ギリシャ連盟双方は、ドイツ軍駆逐という目標で、協力、1942年11月25日、ハーリング作戦は決行され、 テッサロニキアテネカンの鉄道の高架橋は破壊された。一方で、ドイツ軍と反共系パルチザンは、お互いを攻撃しないことに同意していた。この約束により、若干の地域でドイツ軍の活動が抑制され、民族共和ギリシャ連盟が共産系パルチザンを攻撃することを可能にした。後に1944年、ドイツと民族共和ギリシャ連盟のこの約束は終了し、 ドイツ軍はギリシャ撤退を開始、そこでイギリスの外交施設が内戦の即時停戦を呼びかけている。しかし、イギリス政府は戦後のギリシャを担うのが回路に存在したギリシャ亡命政府を中心として構想していたため、1943年のシチリア上陸作戦でギリシャ最大の抵抗組織である民族解放戦線を利用したにもかかわらず、共産党系である、 民族解放戦線の勢力拡大を抑制しようとしていた。しかし、これには深い事情が存在し、イギリス首相、ウィンストン・チャーチルは、元国王ゲオルギオスを信頼できる同盟者とみなしていたが、共産系ゲリラ民族解放戦線、民族人民解放軍も非共産系ゲリラ、民族共和ギリシャ連盟の双方ともゲオルギスの復帰を願っていなかった。これは、 占領前のメタクサスの独裁政治から続く、この苦難の原因を国王にあるとみなしていたからで、あった。そして、初期には、ロンドンに滞在していた国王と亡命政府は1943年3月、カイロに移動したが、抵抗運動を正当化しないという立場を取っていた。そのため、イギリスの公式方針は、国王、ゲオルギオスの復帰支援を行うことであったが、 ギリシャ国内ではそれを望むことがほとんど見られなかった。1943年7月、国民軍協定が結ばれ、合同総司令部が組織化されたが、その要因の多くは、共産系ゲリラ出身者が多くを占めた。そのため、8月にゲリラ代表団は、回路に向かったが、ゲリライギリス軍、亡命政府が一致することはなく、結局、失敗に終わり、代表団は、 ギリシャの山岳地帯へ戻ることとなった。1943年10月、民族共和ギリシャ連盟がドイツ軍と通じているとして、民族人民解放軍は攻撃を開始したが、これはイギリスが占領以前の国王による統治を復活させ、民族共和ギリシャ連盟を足掛かりに利用していると判断、ユーゴスラビアやアルバニアのように、 国内唯一のレジスタンスとしての存在を確実にして、戦後のギリシャでの地位を確実にしようとしたものであったが、イギリス軍は民族人民解放軍への補給を中止、民族共和ギリシャ連盟の消極的支援を行った。しかし、これは限定的なものにしかならず、1943年9月、ギリシャイタリア間で停戦が合意され、イタリア将兵数千名が降伏すると、 民族人民解放軍は、イタリア軍の装備を手中に収め、戦力を増強していた。しかし、この内戦状態はドイツ占領当局を利することとなり、ドイツ海外政府は、共産主義への恐怖を抱いている人々を集め、防衛軍の編成を行った。これらを重く見たゲリラたちは1944年2月、休戦条約を結んだが、民族共和ギリシャ連盟の勢力は、 イピルス地方に限定された。これらの条件が存在していたにもかかわらず、民族解放戦線は政治的目的を捨てたわけではなかった。すでに支持を失いつつあったエジプトの亡命政府に対抗し、なおかつギリシャ山学部における政府の役割を果たす目的で国民解放政策委員会が結成されていたが、これを統一政府とすることを主眼に、 エジプトに駐留していたギリシャ軍部隊内の民族、解放戦線進派は反乱を企てた。しかし、イギリス軍はこれを鎮圧。この反乱を見たチャーチルは、ソ連の赤軍がバルカン諸国に向けて進撃していたことと合わせて、戦後のギリシャが共産主義者によって牛耳られることを深く懸念せざるを得なかった。そこでチャーチルは、バルカン半島における各国の権利の調整を図る、 パーセンテージ協定をモスクワで締結した。バルカン諸国における我々の問題に答えを出しましょう。イギリスとロシアにおいて、キーデンはルーマニアの90%を支配、我々はギリシャを90%支配する。そして、ユーゴスラビアは半々でどうでしょうか。イギリス首相、ウィンストン・チャーチルからヨシフ・スターリニへの所管、百四十四年十月、しかし、 このことは現地で抵抗を行っていたゲギラたちは知るよしもなかった。エジプトにおける共産主義者による反乱の影響により亡命政府首相にはゲオルギオス・パパンドレウが就任。彼は反共産勢力と連携していたベロゼロス派が背後についており、イギリスにとっては不足のない人物であった。イギリスの支援を受けたパパンドレウはギリシャの抵抗勢力を含む 政治的勢力の全代表が出席したデワノン会議において統一政府の結成を開始した。ここで共産勢力は過去の反乱のために民族解放戦線が統一政府の閣僚ポストを5つ手に入れはしたが主要閣僚ではなかった。ギリシャ産幹部で戦い続ける指導部はこれを却下パパンドレウの解任と主要ポストを要求した。しかしソ連が 軍事施設団を送り込んだ8月、民族解放戦線は、レバノン協定に急に同意したが、これには、以前の、パーセンテージ協定が絡んでいるとする説が存在する。結局、停戦は実現せず、ギリシャは第二次世界大戦に引き続き、ギリシャ内戦を本格化することとなる。詳細は、ギリシャ内戦を、参照1944年10月16日、 ギリシャ帰国の際に、カナダ客船プリンスデイビッド城で演説するパパンドレウクライナより投進しているソビエト赤軍がバルカン半島のドイツ軍を孤立化させる恐れがあったため、1944年後半にドイツ軍はギリシャより撤退を開始していた。1944年9月、民族人民解放軍が全土で一斉放棄を行い、10月、 イギリス軍のギリシャ上陸が行われ、11月4日、ドイツ軍が撤退するとパパンドレウは解放された、アテネに入り民族統一戦線内閣を編成、共産主義者も入閣することとなった。しかし、ドイツ占領下で崩壊した、経済、寸断された、交通網はギリシャに深刻な状況を作り出しており、すでに占領下で天文学的数字に達していたインフレはさらに、 膨れ上がることとなった。解放された喜び持つかの間、パパンドレウとイギリスはゲリラを正規軍に置き換えるという問題に直面した。民族人民解放軍は男女合わせて約6万名存在、潜在的脅威と化していたが、すでに合意されているとされた手段に対し、共産主義者は軍の解体を拒絶、12月1日に民族解放戦線の閣僚は辞任、3日には アテネにおいて抗議集会を開催した。デモ隊が新グマ広場へ差し掛かった時、警官隊はこれを銃撃、死者15名を出すこととなった。これを受けた民族人民解放軍は、パパンドレウ政府の動揺を誘うために、アテネにおいてイギリス軍司令官スコビーの命令により、民族人民解放軍の排除命令を受けたイギリス軍部隊と激しい市街戦を展開。 さらにクリバス大佐率いる非正規部隊も民族人民解放軍攻撃に参加した。チャーチルと外務大臣アンソニー・イーデンはアテネへ向かったが成果を上げることはできなかった。そこでチャーチルはアテネ大主教ダマスキノスを摂政に置くことを国王ゲオルギオスに認めさせた。そして左派の怪獣を行い平和裏に戦後体制を整えようとしていた。 パパンドレウは首相を辞任、共和派のプラスティラスが首相となり、民族解放戦線との停戦に乗り出した。そして、ギリシャでの共産勢力の封じ込めを決定していた、イギリス政府は、イギリス軍部隊をイタリアから派遣、困難を伴いながらも、アテネでの優勢を勝ち取り、1945年1月半ば、停戦にこぎつけたが、この事件は、12月事件と呼ばれ、 ギリシャは内戦状態に突入した。12月事件の際、アテネ市内を警戒するイギリス軍スコットランド第2、パラシュート旅団第5パラシュート大体2月半ば、ベルキザ協定が締結され、民族人民解放軍は武装解除を承諾。その見返りに、政治犯罪における特殊の約束と議会選挙を行う前に、 君主制の是非についての国民投票を行うことを勝ち取った。しかし、この協定もイギリスは守る気もなく、民族解放戦線、共産党への長圧を強化、大敵協力者を積極的に投与して、軍、警察の強化を行ったため、ベルキザ協定は事実上、無効化された。そして、アテネにおける、この市街戦は、さらなる戦闘を招く結果になっただけであり、 反共産主義者は共産主義者に対して無差別な復讐を行い、事実上の白色テロが展開された。1945年末、首相にはセミストクリス・ソフリスが就任していたが、1946年3月31日に選挙を行い、その後国民投票を行うと宣言。これも以前同意されたベルキザ協定に反するものであった。そのため、 共産党はこれに抗議、ニコスザハリアディス指導のもと投票を棄権した。そのため、選挙においては右派で人民党が主導権を握っていた右翼連合が圧倒的勝利を収めた。これらの勝利を受けて新たに生まれたザルダリスを主犯とする人民党政府は反動化、左派への弾圧の強化を行い、国王復帰をめぐる国民投票を有利にしようとしていた。 結局、サルダリスは1948年3月に予定していた国民投票を1946年9月に繰り上げたが、これは国王の復帰を国民の68%が求めているという結果に終わり、ギリシャの右傾向下が決まった。12月事件以降、民族人民解放軍はファシストとの戦いではなくイギリス相手との戦いを交わしていたため、 支持を失い、三幹部に追いやられ、その流れが必然と化しつつあったが、共産党の内部では、権力闘争を合法的に行うか武力闘争と、するかは決定されておらず、さらに1945年5月、共産党のニコスザ・ハリアディスが、収容所から解放されると、ベルキザ協定を受け入れた上で右派との妥協が、公式路線とされた。しかし、 これを民族解放戦線内の急進派やマケドニアの少数民族は拒否、北部山岳地帯へ結集して武力闘争を選択していた。一方で国民投票で国王復帰を勝ち取ったザルダリスは政府軍の大規模な増強を進めていた。これらの状況を受け共産党は武力闘争への傾向を見せ始め、1946年2月山岳地帯で活動する。 共産系ゲリラへの支援を開始、マケドニア、テッサリア、イピロスでの反政府活動を強化。さらに1946年10月28日、共産党は民族人民解放軍の指導者、マルコス・バフィアディスを指導者としてギリシャ民主軍を設立。1947年12月には共産党が非合法化された。これらの状況の悪化により、 イギリスでは保守党から労働党へ政権が移行、パリ条約によってイギリス軍がギリシャに駐屯する意味を失ったことや、財政危機に瀕したから影響力を失い、これまでギリシャ介入に批判的であったが、トルーマンドクトリンでギリシャへの経済援助を行っていたアメリカ合衆国が介入、両者の和解が最終的に閉ざされた。1947年末、EDS は、 アルバニア国境近くの町、コニザを首都として、臨時人民政府の樹立を宣言、ユーゴスラビア、ブルガリア、アルバニアの共産主義国からの支援を受けたが、ソ連はすでに合意されたパーセンテージ協定の影響からか支援を行わなかった。このため、アメリカの膨大な支援が存在し、制空権を握っていた政府軍が徐々に主導権を取り戻しつつあった。この状況下で、 共産党指導者、ザハリアディスはマルコスを追放、自ら司令官に就任した。政府軍の圧力が強まっていくにつれ、ギリシャ民主軍は徐々に追い詰められ、支配下の地域において人々を強引に挑発したため、ギリシャ民主軍の兵士の4割がスラブマケドニア人と化し、マケドニア人の民族自決権を宣言するにまで至ったが、これは戦艦期に行われた。 不人気な政策に似通っていた上、政府はマケドニアのユーゴスラビア活動を共産党が行おうとしているとして、宣伝、共産党の人気を貶めることとなった。そのため、共産党はこれを否定したが、今度は少数民族の離反を招くこととなり、悪循環には歯止めがかからなかった。そしてギリシャ民主軍は政府による児童誘拐を防ぐという口実で、 約2万5千から2万8千名の児童を近隣の共産諸国へ送り込んだが、これを政府はオスマン帝国時代のデブシルメを引用してペゾマゾマとしてこれを非難さらに人気を落とすこととなった。さらに国際情勢も悪化しており、1948年ユーゴスラビア共産党がコミンホルムより追放されるとギリシャ共産党はソビエト共産党の支持を宣言。 このため、ユーゴスラビアは支援の打ち切りと、ギリシャ民主軍に対する国境を封鎖を実行した。そしてアメリカ支援を受け、1949年1月、第二次世界大戦時、アルバニアでイタリア軍を圧倒したパパゴスが政府軍総司令官に就任して士気が高まっていた。政府軍の前に、ギリシャ民主軍は劣勢を強いられ、1949年夏、グランボス。 ビチでの激戦で敗退、アルバニアへ退却することとなった。さらに、アメリカは、ザルダリスの極右的政策が、共産勢力の支持を生んでいるとして、その改善を求め、自由主義者のテミストクリス・ソフリスが首相に就任。ソフリスは、怪獣政策を採用、恩赦などを駆使して4000名近いゲリラの武装解除に、成功した。1949年10月。 ギリシャ共産党指導部は戦闘の一時中止を宣言。事実上、内戦は終わりを告げ、ギリシャ民主軍の残存将兵は、東欧やソ連で亡命生活を行うことを余儀なくされた。なお、1911年、イタリア・トルコ戦争において、イタリア領となっていた、ドデカネス諸島は1947年、ギリシャ領となり、ギリシャは第二次世界大戦で領土を得た。 数少ないヨーロッパ諸国の一つとなった。1942年7月、リストに登録されるユダヤ人、テッサロニキ。第二次世界大戦以前、ギリシャのユダヤ人には大きく分けて、2グループが存在しており、一つ目が古代ギリシャより、存在していたロマニオット、そして中世に、スペインの宗教裁判から逃れて、テッサロニキに在住したセファルディムでこちらは5万人、以上。 存在した。特に後者は5世紀の間、都市において経済において、顕著な活動を見せており、第一次バルカン戦争の間に、各都市がギリシャの州に統合されたが、彼らはそれに統合されることはなかった。ギリシャ降伏後、テッサロニキはドイツの管理下となり、トラキアはブリガリアの管理下となった。当初の保証にもかかわらず、ドイツ、 ブルガリアは徐々に反ユダヤ活動を行うよう圧力をかけ始めた。ユダヤ系新聞社は事業停止を命令され、各地方に反ユダヤ主義の宣伝を行うよう奨励された。またドイツ、ブルガリア占領域のユダヤ人はギリシャ人と区別できるよう、ダビデの星の着用を強制された。ナチス統制下のマスコミがユダヤ人への敵意を煽り、ユダヤ一家は家を追い出され、 検挙された1942年、ドイツ軍は、テッサロニキの古い、ユダヤ人墓地を破壊、その破壊しは歩道、壁などの建築資材として使われた。現在、その古い墓地は、テッサロニキのアリストテレス大学のキャンパス内に静かに、佇んでいる。1944年3月25日、イオアニアより追放され、途方に暮れる、ユダヤ人女性。これらのユダヤ人は、 アウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所へ1944年4月11日に到着、その直後に殺害された。その後、告示されたユダヤ人追放の予告にもかかわらず、大部分のユダヤ人は家を離れることを嫌がっていたが、数百のユダヤ人は街から逃げ出すことに成功した。1943年、夏までにはイタリア占領区域を除くドイツ、 ブルガリア占領区域のユダヤ人はほとんど存在しなくなった。テッサロニキのユダヤ人資産は特別委員会が設立され特別委員会によって指定されたギリシャの管理人に分配された。さらに委員会は大勢の難民に住みかや仕事を与える代わりに委員またはその家族、親類、協力者にその利益を分配した。そして前世紀に マルカイスラエルと呼ばれたテッサロニキのセファルリムコミュニティは消滅、生き残った者は少数であった。九百四十三年九月、イタリア降伏後、ナチスドイツはイタリア占領区域へ侵攻、その地域のユダヤ人も標的となることとなった。しかし、ロマニオットのユダヤ人はキリシャ社会によく溶け込んでおり、ドイツはキリスト教徒と区別することが容易でなく、また、 キリスト教徒の間でもドイツへ反感が強かったため、反ユダヤの宣伝も効果が少なかった。ユダヤ共同体のリーダーたちがラリス首相に訴えたとき、ラリスはテッサロニキンのユダヤ人が破壊活動を行ったために追放されたと説明することにより、彼らの恐れていることを緩和しようとした。同時にアテネの大ラビ、エリアス・バルジライは、 ユダヤ事務部に呼び出され、ユダヤ人コミュニティのメンバーの氏名、住所のリストを提出するよう命令された。しかし、バルジライはリストを含む書類を吐き、このため何千人ものアテネ在住のユダヤ人は命を救われることとなり、さらにバルジライはユダヤ人たちに逃亡するか隠れるよう要請した。数日後、バルジライは民族解放戦線。 民族人民解放軍らに救出され、ギリシャパルチザン活動に身を投じることとなる。このように、民族解放戦線、民族人民解放軍らは何百人ものユダヤ人の逃亡を援助したが、その多くのユダヤ人たちはパルチザンに加わった。戦前のユダヤ人のうち、犠牲となったのは、テッサロニキでは91%、アテネではちょうど50%、 ボロスのような少ない地域でも36%に及び全体では約81%が犠牲となった。また、ブルガリア占領区域では90%を超えるユダヤ人が犠牲となった。一方で、イオニア諸島のザキントス島ではユダヤ人はかくまわれ、275人全員が生き残った。ギリシャ、特に島々が数軸国に占領されたことにより、 英語書籍、映画において重要な地位を占めることとなった。将軍月光に醤油では実話に基づくイギリス軍特殊部隊によるクレタ教習が描かれ、ナバロンの要塞やオフサイド7、断固戦う人々では虚構のイギリス軍特殊部隊の活躍などイギリスの活躍が描かれている。その中でもこれり単位のマンドリンは秀逸な作品である。ありがとうございます。